清水孝之は、日本の政治家、フリーアナウンサー。日本維新の会所属の参議院議員。元朝日放送アナウンサー。ニックネームは、しみたか。福岡県筑紫野市の出身で、千葉県松戸市で育つ。芝浦工業大学柏高等学校、早稲田大学教育学部卒業。1999年、朝日放送に入社した。入社同期に、 加藤明子がいる。朝日放送では、朝日放送テレビの早朝番組、おはようコール ABC でメインキャスターを務める。また朝日放送ラジオの上沼恵美子の心聖典では、2010年3月に火曜日の放送が終了するまで3年半にわたりメインパーソナリティである上沼恵美子のパートナーを務めた。朝日放送に勤務する傍ら、 関西学院大学大学院小学研究科の博士前期課程に入学し2004年に修了した。2010年朝日放送を退社。退社後、おはようコール ABC で共演していた井上構造が代表を務める構造クリエイターズに所属する。2011年3月31日から共感テレビの今も現役生活遺産の旅コーナー。 同年8月2日から、情報満載ライブーモーニングバードのリポーターをそれぞれ務めた。2012年、第46回衆議院議員総選挙に、日本維新の開講人で兵庫4区から出馬したが、自由民主党新人の藤日派や、これに敗れ、重複立候補していた比例近畿ブロックでも、落選した。2013年3月、 日本維新の会の参議院兵庫県選挙区第一支部長に就任。同年7月の第23回参議院議員、通常選挙に兵庫県選挙区から日本維新の会公認で出馬し、得票数2位で初当選した。2014年の日本維新の会分党に際しては、橋本徹大阪市長による新党結成を目指すグループに参加し、 文党後の日本維新の会を経て、維新の党決闘に参加した。2015年の維新の党の文党の際も橋本に、従い、大阪維新の会へ移籍し、党広報局長に就任。また、同党の総支部である、兵庫維新の会代表に就任した。2016年8月、役員の処分に関する内容による反発を受け、兵庫維新の会代表を辞任。公認を、 室井国彦とした。2019年、東京法局長を退任。同年7月、第25回参議院議員通常選挙に、兵庫県選挙区から日本維新の開港人で出馬、得票数1位で再選した。ありがとうございます。